藤井聡太八冠の盟友でありライバルでもある棋士の永瀬拓矢九段。練習の鬼として知られるストイックな彼が突然、ある異色の広告に登場したという。聞けば、ごもっともな理由があるそうで、天まで届け、とばかりに股間のあたりをみなぎらせた男性の横で、妖艶な女性が、彼、どうやら飲んだらしい、とつぶやいている。このようなセクシーな場面が書かれたイラストを、一度くらいは見た記憶がなかろうか、精力剤、として知られる、スゴジュー、スゴジューの広告だ。さて、現在このスゴジューが機械で話題になっているそうだが、どういうことか。先月末から有刊誌やスポーツ誌に、木村一基九段、飯島栄治八段、渡辺明九段、戸辺誠七段、永瀬九段の5人が揃って写るスゴジューの広告が掲載され始めたのです。日本将棋連盟関係者。お互いに敬意を払う関係。中でも永瀬九段は先月11日、第71期王座戦五番勝負の第4局で当時の藤井聡太七冠に死闘の末敗れ、王座から陥落したばかりの時の人。ここでライバルに勝ちを与え、史上初となる藤井聡太八冠を誕生させたわけだが、不正室の天才をあと一歩のところまで追い込んだ永瀬九段にも惜しみない賛辞が送られた。永瀬さんは藤井聡太さんの盟友でもあります。6年前、まだプロ入りして間もない中学生だった藤井聡太さんに永瀬さんから申し込み、練習対局を重ねる間柄になったのです。2人は年齢が離れているにもかかわらず、お互いに敬意を払って切磋琢磨し、その後、共にトップ棋士へと成長していきました。どこにも、精力剤、など登場しない爽やかなエピソードだが、ならば、スゴジューの広告に出たのはなぜか。これまでも愛飲、製造元の宝泉堂は、スゴジューの、精力剤、というイメージを変えたがっているのです。近年、新たに目指しているのは高級栄養ドリンクの市場。そこで宣伝を担ってくれるタフな人材として、棋士に目をつけたのだとか、広告会社の関係者。確かに、永瀬九段が出ている新しいスゴジューの広告をよく見ると、キャッチコピーは、こだわれ、勝ちに、といった真面目なもの。デザインもセクシー路線だった頃とは趣が異なり、洗練されている。もともと、永瀬九段はスゴジューを愛飲していたようです。対局の場に何本も持ち込む栄養ドリンクの中によくスゴジューがあったのだと、千日手王子とも呼ばれる永瀬九段は、粘る将棋が持ち味です。パワーの源泉として、栄養ドリンクが欠かせないアイテムになっているのでしょう。前出の日本将棋連盟関係者。機会も歓迎、第71期王座戦でもスゴジューを飲んでいたというが、時間をギリギリまで使ってじっくりと藤井聡太さんを追い詰められたのは、スゴジューを飲んでいたからかもしれません。とはいえ、未だにスゴジューを、精力剤、と見る向きも多いだろう。機械は剣の広告を色物としていぶかしがっていないのか？藤井聡太さんばかりに注目が集まりがちな中で、他の先生を取り上げてくださるのは喜ばしい限りです。週刊新潮、2023年11月16日号掲載。藤井聡太八冠、JT 杯決勝を目の前に戸惑いトークイベントで好きな路線は？の質問に、19日に行われる第44回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦決勝を前に、東京都内のホテルで17日、決勝で戦う藤井聡太八冠と糸谷哲郎八段らによるトークイベントが開催された。前期、初優勝を果たした藤井聡太は、対戦相手の糸谷八段は早指しの対決を得意としていますので、厳しい戦いになると思っていますが、多くの方に注目していただける対局になりますので、面白い将棋にできるよう全力を尽くしたい、と意気込んだ。両者のこれまでの対戦成績は藤井聡太が6連勝中。今回初めて決勝に進出した糸谷は、相手も今をときめく藤井聡太八冠ということで、強敵というか将棋界で一番の敵なんですが、
ここで勝てれば非常に面白いかなと思いますので、面白い将棋を指しながら、できれば勝ちを目指して頑張りたい、と闘志を前面に出して話した。子供の頃の夢にまつわるトークでは、鉄道が好きで電車の運転手になりたかった、と話した藤井聡太。好きな路線はという質問には、と戸惑い、選べない様子だった。息抜きの方法には去年と同じく、トレインシミュレーターを挙げた。糸谷は夢は、力士、作家、教授、だったと明かした。趣味には登山を挙げ、最近は腰を痛めましてしばらく登れていなかったのですが、治ったらまた登ろうと思います。藤井聡太がこの日色紙に記号した言葉はお気に入りの、雲外蒼天。強くなれば今までと違った景色が見えてくるのかな、とさらなる高みを目指す。糸谷は、自由、と記号し、将棋も書体も自由に。自由に指していきたい、と笑顔を見せた。